はい、皆さんこんにちは、シュー高田です。今日のシュートリアルは 1A のアイソレーショントリック、ドロップグリーントライアングルの紹介をしていきたいと思います。それでは早速シュートリアル、ドロップグリーントライアングル行ってみましょう。まず最初、こちらの技、普通のダブルオアナッシングをしてください。やってる動きとしては、このストリングにヨヨを落として手前からヨヨを乗せてあげます。手を反対に下からギュッと持ってきてもらって、人差し指にかかっている糸を外します。グリーントライアングルができるので、ヨヨを前に落としてもらって外してください。今の流れを一つ一つの動きを止めながらやってみます。ピタピタで外してキャッチです。結構ちょっと感覚的なところもあるので、かなり難しいとは思いますが、自分で鏡とか動画を撮影して見ながら、ヨヨここからストーンと落下させることを意識しながら練習してみましょう。では最後に一回やってみます。はい、以上でシュートリアル、ドロップグリーントライアングルの説明終わりにしたいと思います。音ハメにしたらめちゃめちゃかっこいいので、ぜひやってみてください。もし参考になったなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回のシュートリアルでお会いしましょう。じゃあねー。